大島は、北海道正木郡正木町に属する無人島である。正木大島とも呼ばれる。正木町西方沖 50km の地点に位置する。大島の名は、渡島小島に対してのもの。住所は全域にわたって、正木郡正木町、大島。大島の面積は、約 9.73 平方キロメートルで、日本の市政下で最大の無人島である。島は北に開いた馬蹄形カルデラと、その中に形成された大きなスコリア丘からなる火山であり、最高峰はエラ岳。海底から見ると 2000 メートル近い高さになる。島の西端は、東経139度20分16秒で、北海道の最西端にあたる。島の周囲の海底は急深で、巨岩約500メートルで、水深100メートルとなる。馬蹄形カルデラは、島から約 5km 北部の海底まで連続しており、山体崩壊時の総体積は、約 2.5 キロ立方メートルと推定されている。大島は離島である上に、無人島であるため、噴火活動の記録はほとんど残されていない。数少ない記録では、1741年8月27日の関方岳の大噴火がある。噴火の翌日、津波が発生し、対岸の熊石から正木にかけて1467人の死者を出した。全体の死者は合計で2033人。津波高さ3メートルで、佐渡島でも津波を観測。この津波は関方津波と呼ばれている。津波の原因は、噴火による大規模な山体崩壊によるという説と、火山性地震、低周波地震によるものとの説があり、気象庁は山体崩壊説をとっている。東京大学地震研究所などによる研究では、山体崩壊の規模に比べて、津波の規模が大きいと考えて、地震説が有力としていたが、周辺海底の調査から、山体崩壊が海底に及んでいたことが判明し、さらなる研究が行われている。大水薙鳥の北限の繁殖地であり、日本国指定の天然記念物に指定されている。また、正木谷越動立自然公園の一部にもなっている。しかし、戦前から戦後直後における人間による捕獲や人為的に持ち込まれたネズミやウサギによる被害によって、大水薙鳥の生息数は激減してしまったままである。無人島のため、島へのアクセス手段はない。近海で操業する漁船が多いため、漁業の前進基地及び、海が荒れた場合の避難所として島東部、鳥烏浜に漁港を建設中。2020年の完成を予定している。島南部の北風泊に灯台と海上保安庁のヘリポートが設置されている。漁港完成後も、活発な火山活動と自然保護のため、上陸には文化庁の許可が必要とされ、一般観光客の上陸は非常に難しい。ありがとうございます。